コース内の看板レースの様子佐賀競馬場についても、記述する。佐賀競馬場付近の空中写真。1987年撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1974年に撮影された、旧佐賀競馬場付近の空中写真。画像中央付近に、縦長方向の楕円形状コース跡が見える。 1974年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成佐賀競馬場。佐賀競馬場は以前は佐賀市上野に所在しており、いわゆる旧競馬法が施行されていた1924年5月から1972年2月まで開催していた。しかし、 周辺地域の市街化を理由に1972年7月1日に現在 j 1旧佐賀競馬場は閉鎖、解体され、現在は住宅団地などとなっている。2001年までは中津競馬場、2011年までは荒尾競馬場とともに九州競馬を構成しており、レース日程の調整や相互の馬鹿場外発売、人馬の交流などが行われていた。 2006年までは、佐賀競馬、荒尾競馬で、同時開催を行ったり、それぞれ異なる主催者の発売を行っていたが、2007年に、荒尾競馬で3連勝式ウーマタンを導入する際に、投票システムを統合させた。売り上げは1991年度の359億円を、ピークに年々減少を続け、1998年以降は赤字に転じた。 2011年に荒尾競馬が廃止されたことで九州島内で唯一の地方競馬となり競争馬が増えるなど状況の好転を見せている。その後 JRA の電話投票システム iPad 等の普及により全国どこでも地方競馬の勝ち馬投票券を購入できるようになると売り上げは回復。2013年度には黒字転換を果たした。 2021年2月11日には1日の売上が8億9302万9600円となり、レコードを更新した。2020年度の年間売得金が492億346万7200円となり、1991年の359億円を大幅に上回るレコードとなった。日本国内の 全公営競技場を見渡しても最大である1万台収容の広大な駐車場を持つ。競馬上位点当時から見れば、その後のモータリゼーションの到来を十分に見越したものと言える。車での来場を重視しているため飲酒運転防止の観点から競馬場内商店、飲食店でのアルコール販売が禁止されている。2013年度以降は、良いもよかよかさが競馬をテーマに、 通年で白母競争を展開する。発送時間は基本第一競争12時15分から最終競争18時15分までとなっている。なお、現地の日没時間によって発送時刻が調整され、日没が早くなる周期、当期は発送時刻が繰り上がり、また当期にはレース数をさらに制限する場合もある。2018年3月に ナイター競争にも対応した照明灯が設置され、同年度は秋季から冬季の白母開催も、この照明灯を使い、最終レースを9月下旬から11月4日まで、日没とほぼ同時刻に11月10日からイブニングレースとして、おおむね18時10分前後に実施する。2020年度は最終レースを 4月から9月及び1月から3月は19時15分頃、発送の白母競争を、10月から12月は20時40分頃、発送のナイター開催を実施している。2020年9月5日、ナイターレースの愛称をほとめき、ナイターに決定したと発表された。佐賀競馬場独自の特徴として、パドックの集会は右回りとなっている。2016年秋頃より、場内放送が、 独自の女性性から地方競馬多場との共通音声となった。スタンド西側には JRA の場外発売所が設置されている。ただし JRA 主催の全 HGI 競争の前日及び当日発売、また土曜日に開催される一部重賞競争の当日、発売のみ実施されており、全レース発売は行われていない。長らく佐賀場外の名称で呼ばれていたが、 2012年1月より、ウィンズ・サガに正式名称が変更された。2019年9月28日より、地方競馬共同トータリゼータシステムを介したシステムに変更し、J プレーストスに名称が変更された。改正後も、当面はメインレース及び重傷前日発売のみを対象とする。これに伴うシステム改修のため、 ウィンズ・サガとしては2019年8月18日で終了した。発売、発売なし、オッツ・パーク、または JRA サイトでのインターネット販売のみ、サガ競馬では2010年1月23日から50小単勝式の発売を開始した。また2012年5月12日から70小単勝式をオッツ・パークロートのサイトで発売するという予定が、 されたが、オッツパークのサイトリニューアル作業が、サーバートラブルのため延期となったために、無期延期となったが、発売体制が整ったとして2012年5月26日開催分より、発売を開始した。競馬開催時には、西鉄久留米バスセンター及び、西鉄天神大牟田線西鉄屋長和駅より、友の海バスが運行される、長崎本線非全6駅より、 徒歩約40分鹿児島本線日善朝日駅より、徒歩約40分長崎本線中原駅より、徒歩約45分2歳3歳3歳、以上1999年から2011年まで、佐賀、荒尾、中津の九州三馬では、サラブレット系の地区交流重症競争を対象として、九州系は独自の重症格付けを適用していた。 2011年12月の荒尾廃止に伴って、九州地区の地方競馬場が、佐賀のみとなった2012年当初、重症格付け表記は一時的に消滅したが、多数の重症が新設された2013年1月から、統一グレード競争を除くすべての重症競争に、対して、新たに、佐賀独自の格付け S1 から2が付されていた。しかし、 2018年度より重症競争の格付けを廃止することになった。サラ系の競争の未記載。参考資料、地方競馬情報サイト。ありがとうございます。